歴史家の濱田光一郎です。今日は真の女武者板垣御前の活躍とはというテーマで話していきます。皆さんは女武者というと誰を想像しますか？大河ドラマ鎌倉殿の13人の世界でいうと巴御前をイメージする人が多いんではないでしょうか。巴御前というと木曽義仲の妻と思っている人も多いですが、そうではなく義仲に仕える女武者だったと考えられています。巴が女武者だったという話も平家物語などの創作と、言われていて、巴の実在さえも疑わしい面もあるんです。実はしかし女武者自体はこの時代確かに存在したと思われます。鎌倉時代後期の歴史書吾妻鏡にその存在が確認されるからです。吾妻鏡に乗る女武者こそ今日の主人公半額御前。半額は越後の国の豪族城の長持の妹とされます。城の長持というと平家方として木曽義仲とも横田河原の合戦で戦をした武将です。しかし源平合戦という内乱の過程で城主は没落、源頼朝が覇権を握ると城の長持は囚人として頼朝の重臣梶原の景時に預けられます。その後城の長持は奥州藤原氏攻めで先行を立てて鎌倉幕府の御家人となることができました。ところが1199年源頼朝が死去、その直後城主を庇護してくれていた梶原の景時が政争に敗れて一族は滅亡。それから約1年後の1201年1月城の長持は兵を率いて上洛します。そして下野出身の御家人大山朝雅の屋敷を突如襲撃するんです。長持軍は撃退されますが、長持はなんと後鳥羽上皇の御所に参上し二代将軍源頼家の追悼の許しを得ようとするんです。びっくりするような行動ですね。しかしその要求は受け入れられず長持は逃亡。2月には吉野山にいることが露見して殺されてしまいます。長持がなぜこういった無謀な行動をしたかは謎ですが、反乱の火の手は長持が死んだだけでは消えませんでした。長持の甥城の助盛が越後で挙兵したんです。そしてその挙兵には長持の妹半額御前も加わることになります。越後の反乱に鎌倉では幕府の宿老である北条時政、大江広元、三好康信らが集まって対策を協議、佐々木盛綱が大将として越後に派遣されます。そして5月には幕府軍と城主の間で戦が繰り広げられますが、その時に活躍したのが半額御前でした。御前は腹巻きを着し矢倉の上にいて敵を射たと言います。御前が放った矢はことごとく敵に命中したというので矢の名手だったんです。しかし信濃の国の豪族藤沢の清近が背後の山に回って高所から矢を放ったことにより御前は負傷、さすがの御前も倒れて清近の家臣に捕獲されます。城の助盛も幕府軍のために敗れました。こうしていわゆる建仁の乱は幕を閉じます。御前は捕虜となり鎌倉に連行、それが1201年の6月28日のことです。御前の矢傷は未だ癒えておらず解除されながら鎌倉にやってきたと言います。
二代将軍の頼家は好奇心もあったんでしょう。御前を見たいと言い出したので、藤沢の清近が御前を連れて御所に参上。御簾の中から頼家は御前を見たと言います。畠山重忠、小山知政、和田義盛、比企能員、三浦義村といった御家人らも御前を見るために集まってきて、まるで活気のある市場のようなにぎわいを見せたと言います。御前は座の中央を通って御簾の前に進み出て、少しも卑屈なところはなく堂々とした態度だったと伝わります。それは集まってきた御家人たちにも引けを取らない勇士でした。その翌日、浅利義遠という武将が頼家に対し次のように申し出ます。越後の捕虜、つまり半額御前をもらい受けたいと。頼家が半額御前は豪傑、それを欲しいとはよほどの理由があるんだろうと聞くと、義遠は御前を妻とし力の強い子を産ませ朝廷を守り幕府を助けたいんですとの返事が。頼家は半額御前は要望は美しいが心は武者同然、誰が優しく愛することができようか。義遠の考えていることは普通の人が好むことではないと言って笑うと、御前を義遠に嫁がせることに同意したと言います。義遠は御前と共に甲斐の国に帰ったと言われます。山梨県では半額御前の墓と伝わる塚があるので、御前は甲斐で亡くなったんでしょう。御前が甲斐で幸せな後半生を過ごしたことを願いたいもんです。ということで、今日は女武者半額御前の活躍について見てきました。それでは歴史家の濱田光一郎でした。